どうも、エルザレットでーす。では、イーストワードをやっていきたいと思います。やろうやろう。じゃあ、戻ろっか、とりあえずね。3人仲良く並んでね。あら、さっきの、カジノにいたおじちゃんだね。あ、多分他にね、することなさそうだしな。でも、ラッキーコインが本物っぽいね、このコインはね。あれ？どうしたの？取り残されてる。あ、でもラッキーコインか。まだなんか活躍しそうな感じするね。そうなるとね。さあさあさあ、ご飯食べよう、ご飯。ただいまー。美味しいやつもね。そんな感じかな。か、ごちそうさまかもね。早く食べようかな。どっちだろうな。まあでも仲良さそうでほんといいよね。ジョンとサンはね。まずジョンが喋らんから、もう険悪なムードになることなさそうだね。缶詰、よし。弁当、よし。3、準備完了。ジョン、起きて、ジョン。ガラスの実を探し行くよ。意外とね、叩き起こされるの痛いんだよね、子供からね。物理的に痛いんだよね。溝落ちポーン来るからね。行ってくるね、アルバ。了解。健闘を祈ってるわ。晩ご飯までには帰るね。作らないとご飯大変でしょ。アルバー、ガラスの実はどこにあるの？あら、知ってるのかと思ってた。旧市街に向かう途中に分かれ道があって、ここから東に進むとあるのが、あ、ヒルマン農場ね。はい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 。行けなかったところか。ガラスの実はそこにあるわ。わかった。あそこのお年寄りかな。すっごい物に吹けながら言われるのね。ジョン、出発しよう。何やれば？ん？いや、なんでもない。ただ気をつけてね。わかった。楽しみに待ってて。気難しいとかなんか言ってたよね。うるさいっていうか。そんな記憶はある。セーブだけしよう。気難しい人相手するの嫌だな。さあ、行きましょう。ヒルマン農場行くときに、前回さ、ギミック的に行けないところとかがあったから、ちょっとそこら辺もね、やりたいかな。これなぁ。思ったより強化の具は問題かもしれないけど、そんなに強くないんだよね。ちょっと待ってね。キノコが邪魔だと、よし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 、ナイスナイスナイス。これでね、稼がないとね。で、まず上行こっか。そう、前回ね、行けなかったギミックをやりに行こうかな。燃やす。うわー、結局お、そういうこと？ますますサンちゃん何者なんだろうね。
はいはいはい。これ何かしらあれだな、壊す方法があってって感じか。ってなるとサンちゃんの能力をガンガン解放していってって感じなのかな。これさ、例えばなんだけどさ、こうして、あーえーい、大勝利やったね。あれはなんだ。ほい。なんだろうね、スライムっぽいやつ。あれゲットできるんかな。あー、クワガタ。クワガタが、はい、あー、なんかさ、こういうのあるよね滑るやつね。トトーンして、あー、でもそうだな、結局こうで、どうだろうな、合ってるかどうかは分かんないけどね。あら？登れない。ああ、なるほど。で、OK。そっか、ここにしか降りれないのか。結構厄介だね。これなんだろうね。なんかスライムみたいな感じだけど。稼ぎスポットっぽいんだけどな。ことごとく逃がすね。はいはい。はい、こうして、はい。はい、OK。いい謎解きだね。でも、そうだな、そろそろボスとかいるんかな。来そうだけど。なんだこれ。踏んで終わり？お！エネルギーシールドを習得。こうやって魔法を覚えんの？マジか。あ、しかも出てこれた。エネルギーシールド。あ、でも今三つ目か。でもさ、はい。と、三角の魔法、スペシャル魔法でしょ？どうやって使うんだろうね。さあ、着いたね。こっから右。
だよね、右ぐるーって回っていかないといけないから、行こう行こう。さて、この辺りが何もなく、もうさ、あれだよね、マップで言うともうすぐ上行ってくださいなんだよな。こっちまた違うんだろうね。あ、外す、外していく。はい、もう、あー、いつらいいんだ、マジか。うわー、どうしようかな。ほい、これが一番その倒し方としてはいいよね。ここ壊れるね。イエーイ。そして右上のクワガタも忘れてる。さよなら。おー、それは聞いてない。あー、でもそこから行く感じか。ダメダメ、バレたらダメだね。よし。いや、だいぶ手こずったからね。あ、これ倒すだけでもよかったかな。とりあえずこっち行こうか。おう、これサンちゃんの番じゃない。いやー、無理ー。ターゲットがね、こっち見てるとね。いた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 。よし、ショットガンやっぱ強化したからめちゃくちゃ強いわ。危なー。ゾンビ4体はえぐい。あ、除去パーツ強化可能ですね。そうそう、相手しなくていい時はしない。さあ、上、うわー、うわー、新種来たー。うわー、マジか、これ分かんなかったら、てか見つけれんかった時終わるね。これ右は、あー、これなんて書いてあるんだよね、ライデンかな。あー、雷神っぽいねー。いた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 。あー、一撃で倒せるっちゃ倒せるけどって感じか。あ、燃えた。この燃えるのは助かる。燃やして、燃やす。あれ、でもなんもないね。あ、あったあった。燃やして
だからゲット。あ、直球パーツだ。急に出始めたね。でかい宝箱は上級か。あ、それかコインかみたいなところね。いってー、マジか。右あれか。あー届かなかったね途中ね。で変えて井戸だ。出るかな出るんかな。夜とかになったら出るかもしれないね。ガラスの実の木だ。本当だね、綺麗だね。ジョン、ガラスの実の木だよなあ。お嬢ちゃん、その木をそんなに見つめてどうしたんだい。こんにちは。これってガラスの実？その通り。お前たちはこの世を狙っているのかい？欲しいなとは思うよ。そうなの、私たち。帰っておくれ。これ以上関わると、容赦せんぞ。嘘つきどもとグルなんじゃな？嘘つきども。カゼツを騙し取ろうったって、そうはいかんぞ。ふん。待て。ソニックボーイが来たね、久しぶり。ソニックボーイ、剣山。ソニックボーイ。誰かと思えば、姫じゃないか。まだこんなおもちゃで遊んでいたのか。やっぱこれ中身姫なんだね。はは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 。そう。姫に言われてきたんだ。どうやらお前たちのことは勘違いしとったな。はいはい。なんか騙されたんだね。リーと、あの葉巻好きのリーのことか？その通り。ほほほ。あっぱれじゃ。なんともあっぱれじゃ。それでは身を持っていくがいい。いいの？いいぞ。その代わり。あいつ、今も負け知らずだと言っとるんじゃろ？皮肉わん。誰かが鼻柱を折ってやらんと。お前のじいさんは見込んでいたのかもしれんが。おじいちゃん？ああ、そう、そうね。そう、おじいちゃん。その通り。それで、どこまで話したかの？と、身を取ったら、すぐにジャムにするんじゃ。はあ。じゃあ、すぐ料理なんだ。制限時間付き？わー、見て、ジョン。本当にガラスみたいだよ。当然じゃ、わしが植えたんじゃからな。あのしみったれのリーがこれを手に入れるのか。まったく、不公平じゃ。ジョン、帰ろう。リーに見せてあげよう。見せる前にジャムにしよう。いいの、じいさん。絶対に勝つんだぞ。いいな。あいつの悔しがある顔は最高じゃろうな。ほほほ。めちゃくちゃ綺麗だね。宝石のように輝く赤い果実。じゃあ特にゲットはできないようで。じゃあもうこれで終わりってこと？それなったら、ファストトラベル、あれだね、どこでもできるわけじゃないんだね。お、ちょっと待って、あのさ、戻ろうと思ったんだけどさ、温泉ある。ちょっと温泉行ってみよう。ホームでお待ちくださーい。はい、お待ちでーす。あ、乗れた。乗る。勝手に乗せてくれるわけじゃないんだね。温泉かー。あ、町通り過ぎて。おお。これ、電車は？あ、行くね。夜間が気になってね。いや、温泉という庭じゃない？
味がなってる。これトマトかな。でも温泉やっぱ枯れてるよね。まずお地蔵。ここら辺にもいたんだね。またあったわね。ここにはかつて大家族が暮らしていたの。一家には小さな女の子もいた。でもある日突然家の人間が消えてしまった。女の子はお母さんって叫びながら家路を探した。けど誰もいない。ただ黒猫だけが廊下であくびをしていた。女の子は家を出て町に行こうとしたけど父親の言葉を思い出した。地下室には大事なものがあるから家を出ずに守るんだぞ。だから女の子は待って待って待ち続けた。ようやく人が訪れた時、彼女は地下室の前で冷たくなっていた。そして黒猫だけが廊下であくびをしていたと。地下室には何があったと思う？消えた家族に決まってるじゃない。あははは。うん。で、誰が誰が始末したんだろうね。そういうことだよね。黒猫がそのあれってことか。あたりじゃないけど。どうも。ゆのすけ、牛乳はどうだい？日本で10だよ。買う。飲み方いいね。あ、うめえ。うめえよね。温泉上がりの牛乳うめえよね。え、マックス。あ、温泉に入れるわけじゃないの。しっかり見ておるからな。そっちおねえだぞ。はい、わかりました。でもサンちゃんと別れることはできないし、温泉に入ることもできないって感じだね。え、これ何してきたんだ。温泉に入るってこともないし、なんだろうね、イベントかなんかあるのかもね。あれ、ゴミ箱あるじゃん。ひぃ。なんだ、君か。宝は？見つかった？あれだよ。他の秘密も知りたいの？仕方ない。ダム城の秘密なら何でも知ってる。僕は鼻が効くからね。今は鼻が妙にムズムズする。グラグラ谷に行く途中に塞がれている岩壁がある。はいはいはい。なんてもなかさそうだけど、中にはとんでもない秘密があるよ。グラグラダムね。これあれなんだよな。他のところ見れないんだよな。あれかな、あの壊したところかな、もしかしたらね。爆弾ね。とりあえず、ロケットハウスだね。帰ろう。すいません。お願いです。ウィリアムを助けて。助けるって？ウィリアムを？何があったの？大変な病気なんだ。お医者さんが言うには、助ける方法はただ一つ。ガラスの実がいるって。ガラスの実？それならここにあるよ。はい、あげる。お願いだ。あれがないと今夜にでも。え？くれるって言った？そんなにあっさりと。蹴っちゃあげるまでもなかったか。じゃあ、ウィリアムのお見舞いに行こう。ああ、それはダメ。お医者さんが。そうだ。お医者さんが絶対安静だって。そっか。お医者さんの言うことは聞かないとね。ジョンが怪我した時も、お医者さんに助けられたんだよ。じゃあ早く帰ってあげて。お医者さんが待ってるよ。他に必要なものがあったら教えてね。私たちはこの家に泊まってるから。あ、うん、ありがとう。君たちは優しいんだね。あー、詐欺ってお前らのことか。早く元気になるといいね。さて、どうしよう。俺の
苦労がすべてパーになった瞬間ではあるけど。帰るぞ。例の実は見つかったか？なんだ、あなたか。冷たいな。100くらい出さんのか？自分でやれば？またハマキスって。うん。まだこのガラクタを残していたのか。ここは、禁煙。まあね、厳しいですからね。ちっとも変わらんな。勝手に触らないで。蒸しパンか。蒸しパンといえば、ガラスの実のジャム。言いたいんでしょ？待ってなさい。今回は私たちの勝ちだから。ただいま。それがね、それがそうなんですよ。あー、リーダー。あげちゃったの？病人のために？仕方がないわね。まだなのか？今頃果実の香りが漂っているはずだが、今作ってるところよ。すぐにできるわ。困ったな。どうやらあれを使うしかなさそうね。あれって？まさかな。果実の代わりにこれを使うの。鬼？唐辛子。唐辛子と、鬼唐辛子のジャムよ。やべえな。絶対ダメだって。これが、ジャムだというのか。めちゃくちゃ顔が不安そうなんだけど。の甘い香りは、果実の匂いは、甘木の水滴で花がダメになったんでしょ。俺にこの色、ジャムにしては。どぎつすぎると。個人的な激辛大好きだから、いいんやけど、うわ、地獄だろうな。出来たてのジャム食べたことがないの？こんなものよ。嫌な予感がするのは俺だけか。ははは。ワクワクしてるからよ。これはアルバの方がワクワクしてるね。さあ、早く食べて。T さん、さよなら。顔が倍ぐらい膨れ上がった。カラーって言ってる。こんなもの失格だ。何がいけないの？辛いの美味しいでしょ。ああ、じゃあアルバは激辛好きなんだね。よくも抜け抜けと、ガラスの実のジャムだと言っただろう。なのにこんな刺激物を。刺激的でいいじゃない。ただいま。街の外はいつも通り。あら、D も来てたのね。これってまさか、アルバの激辛ジャム？イザベル、D に教えてあげて。私の唐辛子ジャム美味しいでしょ？あれは正直、その。なはは、今日はこの辺にしておいてやる。次の作品に期待しているぞ。え、まだやんの？もうヘマはするなよ。あったあった、見て。これが嫌な奴になる前のリーよ。わ、イケメンだったんだね。イケメンだったんだね。かわいそうだな。この格好、なんかロケット騎士みたい。リーは昔、第一の子の大ファンだったんだよ。大ファン。聞いたことないだろうけど、ファンっていうのは昔の人の言葉。何かが大好きでハマっている人のことよ。これはどう？いい。これの大ファンだった？どれ？見せて。あ、そうだった。これのこと忘れてたわ。何何？教えて。ダムガニ鍋。昔のリオはこれに目がなかったの。
ジョン、カニか。じゃあダムガニ鍋で決まりだね。いいが見たこともないようなすごい鍋を作ろうよ。よし、次はカニ鍋です。ただ、なんか港開始されるって言ってたのね。キングクラブが入荷されるからいち早く予約しようということで、今回はここまでにしたいと思います。激辛ジャムか。好きだけどね。激辛ね。はい、ということで、今回ここまでにしたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。次回続きやっていきたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。